甲賀三郎は、小説家、作家、推理作家、戯曲作家。本名は、春田の亀。1893年10月5日、滋賀県加茂郡日野町に、小学校教師行きため、タスクと、母死への次男、生きのおためとして生まれる。聖家である生き家は、代々甲賀郡港区地藩加藤家の藩士で、祖父生き港は、明治維新に活躍した。 幼い頃から学業に優れ、特に算術が得意で、尋常化4年時には、先生よりも達者だった。1904年、大阪の第一栄進高等小学校時代は、文芸クラブ等を愛読。5、6年生の時に投稿を思い立ち、短編2作を表す。1907年、3月、高等科を卒業後、家庭の事情で、給仕の職に就くが、 その後上京し、おばの婚家で、実業家の春田直也宅に寄遇。このおじの世話で進学できることとなる。慶華中学校、第二学年に入学。黒岩瑠孔や、アーサー・コナン・ドイルを愛読する。この中学時代に、一万長宝などに寄稿、何回か採用されたという。1911年、第一高等学校に入学。菊池博士、久米正を愛読。 1915年、東京帝国大学工科大学に入学。科学科で応用科学を学ぶ。1918年1月に壊れて、奇遇先のおじ、直おの養子となり、その長女道子と結婚、春田のおためと生を改める。7月に定大を卒業。和歌山県和歌山市のユラ占領株式会社に義士として就職。 1919年、占領会社。1920年1月、農商務省、臨時窒素研究所の技師となり、窒素肥料の研究に従事。10月に技師に任せられる。この研究所の同僚に、やはり後に推理作家となる大志も、宇田じがいたほか、あるところで、江戸川乱歩とも顔見知りだった。三人とも作家になる、以前のことである。公務員生活は肌に合わず、 中学時代から親しんだホームズものに習って探偵小説を書き始める。1923年8月、研究所在職中に新青年と共に一時期探偵小説を多数掲載していた雑誌新趣味の検証小説に応募した新珠島の秘密が一等入選。探偵小説家としてデビューする。応募の時に郷土の伝説上の勇者である。 江戸川乱歩が2000同化でデビューしたのが新青年4月号であり、乱歩に遅れることわずか4ヶ月のデビューだった。この年末、窒素工業施設のため政府から欧米における窒化法による窒素固定法の厳正を研究テーマに、高等官6等として欧米に出張を命ぜられる。 1924年、勤め先にたまたま、新青年編集長、森下宇村の知り合いがおり、第2作、琥珀のパイプを新青年に発表。イギリスを経て、ドイツを訪問し、フリッツハーバー研究所を根拠に、窒素固定の研究に勤しむが、数週間すると研究よりも町から町を巡るのに、多くの時間を費やすようになる。高画は設備も予算も、 不十分な日本の研究生活に疑問を感じ、死がない管理の生活に嫌気がさすようになった。この年11月に、フランス、イタリア、アメリカ等を準遊しての出張旅行を終え帰国。その間、気候、欧米飛び歩きを、新青年に、本名、春田のおためで連載。軽妙な筆致が好評を得る。1926年、母の秘密。 琥珀のパイプーの短編集2冊を刊行。江戸川乱歩の出現に始まる日本の探偵小説草分けの時代に、たちまち人気作家となる。ニッケルの文鎮、いたずら、木早のソーダの経験、休校13時間など、この年、年間で20編の短編を発表、自らの専門である科学知識を利用した短編の本格派探偵小説を多数執筆した。 メイン氏は、新青年、他に、女性、クラク、キング、文芸春秋、講談クラブ等々、幅広く、作品を発表した。窒素研究所在職中には、所長に反旗を翻し、労働組合のようなものを作り、ことあるごとに所長に反対する、旗振りの中心人物となっていた。1927年、島倉義平、正力松太郎、 伏せ達治の関わる実話を罪にした長編小説、長谷倉事件を読売新聞に連載、代表作となる。他、アシュラ地獄を連載。また、間の池事件、荒野、拾った、和道海鎮、小田村事件などを発表。1928年1月28日付で窒素研究書技師を辞任。作家専業となり、新聞、週刊誌。 婦人雑誌と発表の場をさらに広げる。神木の空洞、公園の殺人を連載。また、日の差さない家、目の動く人形、水晶の角玉などを発表。一方で、本格探偵小説の普及を推進するための論人を張り、変革探偵小説に厳しい態度をとった。1929年、地水槽期間、幽霊犯人、地獄杉を連載。 犠牲山、発生フィルムなどを発表。1930年、雲、亡霊の指紋、幻の森などを発表。1931年、大下うだると、探偵小説について、本格と変革の是非を問う、大論争を繰り広げる。荒野の秘密、妖魔の交渉、三層の殺人事件を連載。盲目の目撃者、焦げた聖書などを発表。 1932年、父のない女、血染めのパイプを連載。4月に書き下ろし長編、姿なき回答を刊行。8月、将棋初段となる。1933年、犯罪発明者、暗黒紳士を連載。体温計殺人事件、状況証拠などを発表。12月、文芸家協会理事に就任する。1934年、 誰が裁いたか、百万長者殺人事件を連載。血液型殺人事件、魔人の歌、黒木京子殺害事件などを発表。1935年、死が白髪の恐怖を連載。月光魔曲、校長の嘆き、物言う灰などを発表。プロフィルに連載した、探偵小説講話をめぐり、探偵分断に論争を巻き起こす。 木木高太郎1936年、両美人の涙を連載。四次元の断面、木内家殺人事件を発表。書き下ろし長編、死化粧する女を観光。プロフィル史上において、木木高太郎と探偵小説の芸術性、本格と変革の是非を問う、大論争を繰り広げる。百三十七年、森下村と不仲となり、探偵小説から離れ、 脚本研究を目的とした、長谷川新参加の26日間に入り、探偵疑局の確立に熱心となる。闇とダイヤモンド、恐怖の家は深刻劇で上演された。時代物、長編、怪奇連番上、賢者の石を、連載、蛇屋敷の殺人、勝馬将軍などを発表。1938年8月より、校が、 木下、金義傑作選手観光。11月に、長谷川晋、端政寺、中村村を、絹笠定之助らとカナン、台湾を視察。6月政編、午後2時30分などを発表。中央演劇や舞台史に儀曲を発表。1939年、洋視察人、カシノの興奮などを発表。1940年、海獅子丸の真珠。 海の神器などを発表。3月21日に、旧生松本高校門科をつるい在学中の長男、カズオが北アルプスで遭難死する。この年を境に創作活動が激減。戦前の探偵作家では、トップクラスの創作量を誇った、高賀も戦時体制が本格化し、執筆の機会をほとんど失ってしまう。曲、70年の夢や、 黒木将軍を脱行するが未発表に終わる。1942年2月に親子女王が梅沢昭一座により浅草公演劇場で上演される。6月日本文学法国会事務局総務部長に就任。1944年10月に日本文学法国会を辞任。日本小国民文化協会事務局長に就任。1945年2月 小国民文化協会の学童疎開の緊急会議で九州に出張。その基礎で超混雑の鈍行列車内で急性肺炎を発症。深夜岡山駅で降り、岡山市合同新聞社社長らの配慮で2月13日、友沢病院に入院。2月14日、同病院で死去。51歳。応急駐車駅が用意できなかったためだが、 当時は珍しいことではなかったという。1947年6月より翌年9月にかけ、甲賀サブロー全州全10館が港処房より観光。1949年1月以降、海のない港が宝石に発表される。将棋、麻雀、スポーツ、旅行が好きで、休日には家族サービスを怠らなかった。 甲賀三郎ではなく甲賀喋ろうだと言われたほどの能弁家で面倒見が良く大阪慶吉や送り虫太郎を世に送り出している。甲賀の自伝、世に出るまででは自ら進んで科学の道を選んだように書かれているが、四足敏郎によると本人は文下に進みたかったものを文下など卒業しても職がないという当時の情勢を恐れた両親がほとんど無理やりに理科に進ませてしまったのだという。 中学時代からホームズものが好きで最初に読んだのは佐川春水が銀行盗賊と訳術した赤紙組合もしくは太陽で発表された青い宝石だったといいその他のホームズものをあるいは原文を講義で聞き翻訳対象のものを読みあるいは未熟の力で直接原文を読んだりしたという そのいずれもが、次々に違った脅威と興奮を与えてくれたのだった。勤めの身になってからは、森下宇村役の、葛長石、小坂井吹役の、夜の冒険が甚だしく、興味を刺激したといい、この二長編が発表されて間もなく、私が、探偵小説を書いたということは偶然でないような気が、すると振り返っている。また星野達夫役の、虎の牙も、大きな脅威だったといい、 多少の影響を受けているかもしれぬ、としている。通俗的本格探偵小説家として、木林の聡田、手塚龍太、海心士、獅子内俊二など、多数のシリーズ探偵を生み出した。岐阜の春田直也は15歳で、上野将棋隊に参加した経歴を持つ三河吉田藩士。江戸川乱歩や大下うだると並んで、大正期の日本で、 本格派の探偵小説に取り組んだ先駆者として、後年の批評家からも評価されているが、トリック設定では、科学知識に過剰依存する傾向もあった。他社作品である江戸川乱歩の屋根裏の散歩者での塩酸モルヒネによる殺害描写については、探偵小説講話で、あの分量では致死量に足りないと指摘を行っている。昭和初年当時、 自動車が普及しつつあった実情を鑑み、今後は現実の犯罪でも自動車が多用されるようになるであろうと指摘しており、その予見は以後のモータリゼーション進展によって的中した。ランポは、黄河の短編の代表作として、日本の短編小説で、琥珀のパイプ、ニッケルの文鎮、体温警殺人事件、緑色の犯罪、いたずら、犠牲山、荒野を挙げている。 また、戦後、横溝正史は、大衆雑誌のものなら、乱歩よりも、黄河の方が上だろうと語っている。子足の春田敏郎は、親子間での会話から、父の黄河が、かなりの自信を持ち、自分でも気に入っていた作品は、姿なき回答であったろうとしている。この、姿なき回答は、昭和6年暮れから7年初頭にかけ、 伊豆吉菜温泉の東府屋に滞在して執筆したものという。探偵、推理小説のジャンルとして、大正15年に初めて、純粋に謎解きの面白さを追求するという意味での、本格という言葉を使い始めたのは、黄河とされている。小坂井吹きや江戸川乱歩、横溝静止、城正幸は、精神病理的、変態心理的側面の探索に興味を持ち、 異常な世界を構成しているからと、彼らに不健全派の故障を与えたのは、平林初之助だった。この不健全派の名称が本当でないという抗議が来て、これが変革探偵小説との名称に変えられたのだが、この変革という故障の名付け親も、黄河だった。対する健全派の名称には、以前からの本格が当てられ、ここに日本探偵小説独特の 本格、変革の名称が誕生したのである。当時日本の探偵小説は、黎明期であり、回帰小説や、幻想小説も含めていた。日本の探偵小説会に高賀は、強い不満を抱き、新探偵小説論、探偵小説重工、探偵小説講話の三つの小説論を表し、次のように探偵小説を定義づけている。探偵小説講話で、高賀は、 本格物こそ探偵小説の主軸とするべきであると主張し、それ以外の変格物はショートストーリーと呼んだらどうかと提案。また、探偵物に文学性は必要でないとも主張して、探偵分断に論争を巻き起こした。甲賀は、持論として探偵小説はコンストラクションの文学であって、他の小説と全く別個の存在であると語っている。自分は、 探偵小説以外の小説の影響を受けていることが、花だ均象であるとして、その結果というより、沿ってそういう事実が、その結論を導き出したとしている。本格探偵小説を胸とした、甲賀だが、戦前は、作家も読者も、本格長編の面白さを理解しようとしなかった。甲がとても短編では、本格ものを書いたが、通俗雑誌や婦人雑誌に連載した長編は、 スリラーだった。日本に軍歌の音が激しくなると、貫通や殺人の表現は次第に制約され、不本意ながら軍事小説や冒険小説を書かざるを得なくなった。どちらかといえば軍国主義を批判し、選挙では必ず社会大衆党に票を入れていた、黄河も結局文学法国会の仕事などをせざるを得なくなったのは今を思うと気の毒でならない。 ひそ敏と郎は語っている。黄河と江戸川乱歩は常日のように、わずか4ヶ月の差での分断デビューだった。平林初之助は、黄河を本格派、乱歩を変革派と呼び、乱歩の最初のライバルは黄河だった。乱歩は、本来、本格派志向であったが、大衆の要求には勝てず、不本意ながら、変革派代表のような立場となっていった。黄河は、 トリックよりもプロットが先で、新しいトリックには限界があるとして、筋立てを重視し、上述にあるように、評論において、変革探偵小説に対しては、激しい論戦を挑んだ。横溝正子は、本格一本やりだったサブローは、また並々ならぬ論客で、木に高太郎相手の論戦は、当時の探偵分断を沸かせたものである、と、従回している。その乱歩は、 高賀君は八方あたりの毒舌家となり、私なども随分やっつけられたものであるが、私はなぜか反感は少しも持たなかった。彼はいくら毒舌を吐いてもシーンは極めて善良なお坊ちゃんであったと語っている。ランポは戦後になって自作品、臨重についての解説で、作中自らをモデルにした良期小説家、大江春霊と対照的な存在である。 主人公の探偵小説家、サムカワは、甲賀サブローがモデルだったと述解している。陰住の冒頭で、探偵小説家には2種類あるとして、探偵型というか、ごく健全で、理知的な探偵の経路にのみ興味を持ち、犯罪者の心理などには一向頓着しない作家である、と解説しているのは、甲賀の作風のことだった。横溝聖子は、大正15年に、 新青年の編集部員となったが、編集長、森下嘘と、甲賀は、嘘と、サブロ兄弟もただならぬほどの親密さであったという。当時、新青年の気候家たちによる、シャグランの会というカードゲームの同好会があり、信原バ松野和夫、水谷一志なども会員だった。ここでも、嘘と、甲賀は、非常に仲が良かったというが、アルコールを境に、 両者は、祖閣を来たし、嘘は、黄賀を、旧敵のように憎む仲となった。横溝は、おそらくこれといった理由などなかったのだろうと語っている。黄賀の方では、なんとかよりを戻そうという思いがあり、横溝を間に立てて何度か、雨村に働きかけたが、土佐の囲碁草と呼ばれた嘘は、頑として受け付けず、両者の中は戻らなかったという。嘘と祖閣を来たした黄賀は、 探偵作家仲間から離れ、長谷川慎、端政寺、松崎天民、平山足江といった劇作家のグループに入っていった。横溝は世間的に大人であるところのそれらの人たちと、やんちゃ坊主みたいだったサブロートでは、どうであろうかと陰ながら、心配もしてみたものであるとこの時の様子を、十回している。横溝は昭和七年夏に、嘘にや乱歩の移住を蹴って、 白文艦隊者を決意したが、この時心配して電話をかけてきた黄河の耳に入っているのも知らずに電話交換台に向かって留守だと言ってくれと怒鳴ってしまった。後で交換場からこれを聞いた横溝は慌てたが、黄河との縁はこれっきりとなり、真に後味の悪い思い出となって後まで残ったという。横溝は黄河についてこの人ばかりは、 戦後に生かしておきたかったと惜しまれてならないと語っている。横溝は戦前の探偵作家と言われる人たちで十分とまではいかないまでも、それに近い程度にまで作家としての本業を発揮し得たのは江戸川乱歩、甲賀三郎、大下宇田寺の三子だけではないかと思うと語っている。高賀と大下は一高の先輩後輩であり、同じ応用科学出身で、 同じ窒素研究所に席を置いていた二人だが、黄河が、いつも、自信満々で、当主せ性だったのに反し、王下はいつも照れているようなところがあった。黄河が論客で、堂々と論人を張っていたのに反し、王下はあまりに議論を好まない方であった。あって話をしていても、黄河には定大での頭の良さが忍ばれたが、王下さんはできるだけそれが表に出ないようとぼけていた。と、 対照的な二人の人柄を伝えている。作風に関しては、甲賀は、本格派の第一人者として、自他共に許し、常に探偵小説の制度を行く者として、その作風は大冗談に振りかぶって爽快だった、大体が真っ向、北押し型の堂々たる作風だったと評し、きめの細かい押したの作風と対照して、同じような経歴を持ち、 同じ勤め先から愛前後して作家として世に出ながらその作風がまるで違っているということは真に興味深いことだったが二人とも探偵分団の巨頭であったことは言うまでもないと結んでいる。磯くとしによると甲賀の死後未亡人とその家族は困窮に品したがこれを心配して救いの手を差し伸べてくれた人たちの中で特にお世話になったのは江戸川乱歩。 王下とうだる、くきし郎、また、絶えず激励をいただき、感謝に耐えないのは、長谷川信、北条秀治だったとし、父も良き作家仲間に恵まれて幸せだったと思うと、語っている。ありがとうございます。